この監視カメラですが、動体検知機能でこのようにスマホでアラームが鳴るようにしています。夜寝ていて気づいたというふうに3台所有者が変わり、その次に僕が買ったということになります。1年後くらいです。鈴木さんの家族とは家族ぐるみの付き合いになり、よく食事に行ったり